第二代ジャージー伯爵と妹メアリー1700年。第二代ジャージー伯爵、ウィリアム・ビリアーズはイングランド貴族。ビリアーズ家の出身で1697年から1711年までビリアーズ死爵の儀礼称号を使用した。初代ジャージー伯爵、エドワード・ビリアーズとバーバラ・チ・フィンチの長男として生まれた。1699年に ケンブリッジ大学クイーンズカレッジに入学1700年に MA の学位を習得した1701年に財務省水道官の職を得たが翌年の安定を即位にあたり年金を引き換えに辞任せざるを得なかった1705年に県都選挙区で当選して庶民院議員になり党理党の一員として活動したが庶民院での影響力は小さく1708年 イギリス総選挙での立候補が支持されなかった一員となった。1711年8月25日に父が死去すると、ジャージー伯爵の借位を継承、以降も貴族院でトーリー党の一員として振る舞った。1721年7月13日に死去、長男ウィリアムが借位を継承した。1705年3月22日、ジュディス・ハーンと結婚。 にな一日常を設けた。ありがとうございます。